ガイナーレ鳥取は16日、FW 原口拓人、25、MF 林誠道、21、MF 石井幸喜、22、MF 池谷幸人、25、GK 井上亮太、27、MF 井上霊聖人、20、MF 曽我大地、19、FW 畑中牧人、21、MF 山本八須、20、GK 細田歩夢、19の10選手と来シーズンの契約を更新したと発表した。2017シーズンの明治安田生命 J3 リーグでは、原口が17試合1ゴール、林が19試合、石井が17試合、池谷が28試合、井上亮太が7試合、井上霊聖人が14試合1ゴール、曽我が3試合、畠中が11試合、山本が6試合の成績を記録。細田は出番がなかった。